さらばウルトラマンの紙芝居を始めよう。この音が鳴ったら絵を1枚ずつめくってくれたまえ。科学特捜隊では宇宙からの侵略者を防ぐため毎日パトロールを続けていた。こちら早田、ただいま H 光通過、異常ありません。了解、 B 地区のパトロールをお願いします。早田のビートルが B 地区に来たとき、突然黙々と黒雲が湧くと、早田のビートルはぐんぐんと吸い込まれていった。大変だ、操縦桿が効かない。ダメだ、吸い込まれてしまう。早田隊員、応答願います。早田、どうした、何が起こったんだ。いで、嵐、至急ビーチ区へ向かえ。早田を探すんだ。井出と嵐が B 地区を探している頃、早田は何者かに捕まっていた。私は君の秘密を知りたい。さあ、ウルトラマンに変身するんだ。早田は必死にもがいていたが、やがてうとうとするとフラッシュビームを飛び出した。あとはゆっくりと君の手並みを拝見しよう。キャップ、ハヤトの行方は全然見当がつきません。何か事件でも起こらなければよいが。はい、こちら家督隊。え、はい、わかりました。キャップ、玉川上流に海上が2匹現れました。よし、直ちに出動だ。こんな時、ハヤトさんはどこにいるのかしら。多摩川上流では灼熱怪獣ザンボラーが全身を真っ赤にして山火事を起こした。一方、赤色怪獣バニラは口から火を吹いて人々に襲いかかっていた。暴れ回る怪獣にビートルから攻撃が開始された。そちらさんが火で来るなら、イデ様が冷凍弾をお見舞いするぞ。ザンボラーは冷凍弾を浴びてコチコチに凍りついた。やったぞイデ、あとはバニラだ。しかしバニラは冷凍弾をかわすとますます荒れ狂った。その頃、ハヤタは近くの森の中に倒れていたが、怪獣の鳴き声で気がつくと直ちにフラッシュビームを焚いた。
ウルトラマンとバニラの激しい戦いが始まった。しかし、ウルトラマンにはいつもの力がなく、バニラに跳ね飛ばされてしまった。カラータイマーが青から赤に変わった。ウルトラマンはがっくりと膝を折りながら、やっとのことでスペシウム光線を放った。バニラは大爆発を起こして飛び散ったが、ウルトラマンもその場に倒れてしまった。ここは家督隊の医務室である。ハヤタ、どうだ気分は。もう少し発見が遅れたら命がなかったところよ。私はどうしたんでしょう。それから怪獣はウルトラマンがやっつけてくれたわ。それよりゆっくり休むんだ。ウルトラマンは、そうか、それはよかった。ハヤタは再び眠りに落ちると夢の世界に入った。ウルトラマン、君の務めは終わった。君は大変疲れている。そろそろ光の国に戻って休んだらどうかね。ゾフィー、私は地球人が好きだ。そしてこのハヤタという男が好きだ。この美しい地球を狙う者がいる以上、私は帰ることができない。分かったウルトラマン、今君の敵はゼットンという恐ろしいやつだ。気をつけたまえ。さあ、ここでシートを裏返ししてください。目を覚ましたハヤタは額に汗をかきながら作戦室に入っていった。ハヤタさん、もういいんですか。ハヤタ、無理をするな。ゼットン、ゼットン、何ですかゼットンって。僕にもわからないんだ。ただ恐ろしい。その時、東京に怪獣が現れたという知らせが入った。キャップ、私も連れてってください。よし、ただ無理をするなよ。ビルを叩き潰して進むガバドン親子。黒い煙を吐いて人々を襲うドドンゴ。くちばしで車を襲うヒドロ。東京は大混乱に陥っていた。ではマルス133をドドンゴめがけて浴びせた。もがき苦しむドドンゴにロケット弾が命中した。やったぞ。空ではヒドラめがけビートルフから攻撃が始まった。しかしヒドラの頭に子供が乗っているのを見つけたハヤト、攻撃をやめるとヒドラはそのまま飛び去っていった。いつしか日が暮れてきた。すると今まで暴れていたガバドン親子は尻尾から消え始めていった。その時、ピカピカッと眩しい光が走った。自動会館をザラマスが襲っています。子供たちが危ない。シュワーッ、いいぞウルトラマンだ。ウルトラマンとザラガスの戦いが始まった。ウルトラマンはザラガスの眩しい光のため手探りでザラガスの角を掴むとウルトラチョップでへし折った。さすがのザラガスもドーッと倒れた。その時、聞き覚えのある奇妙な声が聞こえてきた。
と拝見したぞ。ウルトラマンは声のする方に向き直った。お前は誰だ。 Z、 君の働きを見て弱点は掴んだ。君の最後の時が来たのだ。ウルトラマンはすかさず八崎降臨を投げたが、ゼットンのバリアーで粉々に壊された。カラータイマーは青から赤に変わった。ウルトラマンは最後の武器スペシウム光線を放った。しかしこれもバリアーのために塞がれた。カラータイマーはますます早く点滅した。今度はこちらからお見舞いするぞ。ゼットンが両手を前に出し念力をかけると、口から一丁度の火の玉が飛び出し、ウルトラマンのカラータイマーに命中した。ウルトラマンはその場にばったりと倒れた。ウルトラマン、しっかりして立つのよ。ウルトラマンが死んだら地球はどうなるんだ。いで、研究中のペンシル爆弾をゼットンの口目がけて狙うんだ。損じたら終わりだぞ。立ち起こっていたゼットンにペンシル爆弾が命中し、ゼットンは大爆発を起こした。みんなはウルトラマンのところに駆け寄ったが、そこにはハヤタがぼんやりと立っているだけで、ウルトラマンの姿は見えなかった。あれを見ろ、ウルトラマンだ。村松キャップの指さす方にみんなは目をやった。ウルトラマンが2人、光の国からの使者だろう。ウルトラマンを迎えに来たんだ。赤い夕日に照らされながら小さくなってゆくウルトラマン。これからは我々人間が力を合わせて地球を守っていくんだ。